日本の元アイドル。所属事務所はアミューズ。女性アイドルグループ桜学院の元メンバー。神奈川県出身。2011年頃にアミューズに所属。2015年5月6日、エビスザガーデンホールで開催された桜学院2015年度転入式にて桜学院へ転入。同年8月2日に開催された東京アイドルフェスティバル2015より、 桜学院内部ユニットである帰宅部3ピースにも所属。2017年5月7日、エビスザガーデンホールで開催された桜学院2017年度転入式にて2代目教育委員長に就任し、2018年5月6日に中野ロ代ホールで開催された桜学院2018年度転入式にて5代目トーク委員長に就任した。 2019年3月30日に開催されたザ・ロード2グラデュエーション2018フィナール桜学院2018年度卒業をもって桜学院を卒業した。卒業後は音楽アーティストの道へ進むことを発表。血液型は O 型。特技は剣玉。桜学院メンバーの紹介を行う楽曲、目指せ。 スーパーレディー内では、剣玉を披露するパートがあった。インタビューにおいて、これ以上はないってぐらい好きと答えるほどの暮れないーが好きであり、4歳の時にはすでに好きであったとのこと。ベニちゃん、ベニくんというオリジナルのいるキャラがいる。桜学院を知ったのは、アミューズに所属して、初めての仕事であった、チャオガールコレクション2011で共演した時である。 以降桜学院のファンとなり、転入以前は桜学院のライブ、イベントを客として見に行っていた。小学4年生の時に手芸クラブに入り、一番初めにうさぎのマスコットを作成した。6年生の時は学級委員をやっていたが、それは他の誰も立候補しなかったためである。中学2年生の時に中学校の家庭科部に入部した。ありがとうございます。